はい、いつもご視聴ありがとうございます。ブリッジロックです。今回の動画ですが、関西からバンコクまでのフライト後編をご紹介いたします。利用したフライトはキャセイパシフィック航空です。経由地の香港国際空港で乗り継ぎ手続きを済ませた後はバンコク行きのフライトに乗り継ぎます。今回乗り継ぐフライトは14時30分発のキャセイパシフィック航空 CX751 便。はい、搭乗時刻までまだ時間があるのでプライオリティバスで利用できる新しいラウンジを利用してみました。こちらカイララウンジというところにあります。ラウンジの場所ですが23番ゲートと25番ゲートの間付近にあります。ゲートから一つ下のフロアに移動したところになります。ラウンジの一番奥には落ち着いたスペースがありました。中央にはバーカウンターが設置されています。また飛行機を眺めながら食事やお酒を楽しむことも可能。そして左奥にはダイニングエリアとなっていました。はい、この日のホットミールですが、まずはカレーですね。そしてクリームパスタ、あと特徴的なフライドライス、それから野菜炒めもありました。ドリンクの方ですがビールは2種類、サントリーのプレミアムモルツとステラが提供されています。ということでビールとホットミール、サラダ、点心、春巻きなどを選びました。そしてこのラウンジのすごいのはですね、25番ゲートのこの飛行機間近で眺めることができます。ちょうどエアバス A350 が到着したところです。間近に飛行機を眺めながら美味しいお酒と食事を楽しむことができます。またラウンジ内はおしゃれで落ち着いた雰囲気になっていました。メインの食後はミニケーキとフルーツも少しだけいただきました。とても美味しかったです。そしてこちらのラウンジフレンドリーで丁寧な対応のスタッフにも好感が持てました。あとこちらのラウンジにはシャワーが設置されていませんのでご注意ください。はい、ラウンジを出た後はですね、搭乗時間が迫っているので CX751 便が出発する66番ゲートへ向かいます。こちら30番ゲートはタイ航空のバンコク行き、とっても人が多かったです。そして尾翼が緑色の ANA の機材、こちら初めて見ました。CX751 便の搭乗開始時刻は出発40分前の13時50分。顔認証システムでスムーズに搭乗できます。
はい、ではこちら CX の751便になりますと、機材はですね、エアバス A330 のフラッシュ300ですけども、ちょっと種類が違うんですね。先ほど関西空港から持ってきた、CX の597便でしたかね、うん、とほとんど一緒です。パーソナルモニター9インチか11サイズぐらいの、モニターがあります。ただちょっとシステムは違うみたいですね。はい、それからテーブルがこちら2つ折りでございますと、デザインも一緒ですね、もうこの辺りはね。でちゃんと USB のポートも装備されています。はい、でシートピッチなんですけども、どうですかね、握り拳2個分近くはあります。ちょっとゆっとりはしてますけど、ただ、クッションがありません。ブランケットもないです。ただヘッドレストはねちゃんとついてますので、はい、というところですかね。で、肘掛けをちょっともう老朽化がね進んでるんで、もうそろそろね、キャセイパシフィック航空のこのエアバスの A330 は機材更新がね行われるということで、今後多分エアバスの A330 のダッシュ900ですね、最近のデザインのモデルに変わるということですのでね。ということで、ブランケットをいただきました。クッションはないけどブランケットはもらえるんですね。で、ヘッドホンも、はい、入ってますね。よいしょ、はい、ちゃんとヘッドホンも入ってるんですぐ使える状態になってますということですね。あとはまあ機内紙がねさっきと同じように入っているということですかね。はい、結構便利なのがこのシートポケットがね3つに分かれてるっていうね、これね携帯とか入れるのにスマホですよね、便利なんですよね、小物とか入れてもね、In the cabin today, your in-flight supervisor Silla. Silla will shortly show you this aircraft safety briefing video, and the video contains important safety related information. You can store any hand luggage or large items in the overhead compartments for takeoff and landing.
はい、こちらが CX751 便の機内食です。メインはチキンライスか、パスタの2種類から選べるということで、チキンライスを選びました。はい、チキンとご飯と何ですかね、青菜みたいなやつですね。で、パンがついていきます。で、カトラリーね、こういう形できっちりね、この辺りがしっかりしてますよね。プラスチックじゃないですね。それからフルーツ、あ、これはあれですね、関西から香港と同じですね、カットフルーツで。それから、これがね、やっぱり関西といえばもうぴったり入ってましたけどね、ここにね、これ入れるためのものかよくわかんないですけど、ハーゲンダッツストロベリー&クリームでございます。はい、嬉しいですね。これがあるだけでちょっとやっぱりね、差別化というかね、できますからね、やっぱりね、大きいですね。で、ドリンクは今回コーラを注文しました。はい、フライト時間2時間半ぐらいですけどもね、ちゃんとこのようにきっちりとした機内食提供されるので、嬉しいですよね。
はい、次回の動画からはタイパタヤで宿泊したホテルを順次紹介していきます。今回はパタヤで初めて宿泊したホテルを10カ所予定していますので、ぜひご期待ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。